こんにちは。今回はスキャンダルを乗り越え2度目の紅白歌合戦出場を決めた純烈のメンバーたちが改めて会見で語った言葉が話題になっています。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。9日、4人組歌謡グループ純烈が都内で会見を行い、2年連続の出場が決まった NHK 紅白歌合戦への思いを改めてメンバーたちが明かした。昨年末、悲願であった紅白初出場を決め、直後にメンバーの過去の不祥事が発覚。2度目は絶望的だと思われたが、本人たちの対応やファンの支えによって V 字回復し、今年も出演できることとなった。メンバーの一人、白川裕次郎は、今年の紅白は本音では諦めていたという。しかし、マネージャーやスタッフさん、ファンの方が 1% でも望みがあるならと諦めてなかった。みんなが背中を押してくれたので、最高の形で紅白に出場できる。夢を諦めないというのは素敵なことですね。と感動していた。後上翔太は、年始めでは年末のことは考えないようにしようと思っていた。とし、顔を上げてみたら、今年狙ってもいいのかなと考え始めて、そこからもその日その日の積み重ねでしかなかった。出会った方々に恵まれた一年だったのかなとしみじみ。小田井涼平は、僕ら演歌歌謡の世界ではこれはチャンスと思った方もいたと思う。今年一年デビューした時の氷川きよしさんやゼロさんのようなどえらい新人が出てこなくてよかった。ああいう人たちがいたら僕らじゃなかった。とし、妻リリコの乱入は困ると本音を漏らして報道陣を笑わせていた。リーダーの坂井和義もまさか今年すぐに戻れるという感覚はなかった。これはスタッフファンの皆さんが頑張った、嬉しかったですと予想外の吉報に歓喜していた。また純烈のスキャンダルがあっても、紅白出場の有名歌手になっても変わらない各地のスーパー銭湯や健康センターを拠点に地道な活動を続けてきたこともあり、テレビ出演の方も好調。この日の会見も10月から始まった純烈初の冠番組ザ・純烈ショーに第2弾が制作決定ということで行われたものだった。同番組も競馬・パチンコ・釣りなど男の遊びを楽しむというテーマから、撮り直しになるなど大変なことはあったようだが2期決定ということは、それだけの人気を純烈が誇っているということで間違いない。現体制になってもうすぐ1年、坂井は寂しさは乗り越えたと既に吹っ切れてはいるものの、今年の紅白では去年5人だったなとの思いは出ると思うと予感しているそうだ。しかしそれよりも今年も出させてもらった感謝で笑顔でお届けしたい。31日にビシッと歌って終わって、もうその話はなしでと言いたい。今年いっぱいは突っ込んでも大丈夫、でも来年からはなしでと、来年以降はこの話題の封印を誓っていた。本人たちも予想外だった出場決定を経て勝ち取った年末の大舞台、このままさらなる活躍をしていってほしいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。